これはもう大変な時代になったと思います。暴風が来て株が下がったってことが印象的。しかしその今回はですね、この株の下がり方たりは日本経済だけが原因があるんじゃなしに、もうロシア経済が破産したんですね。ロシア経済がもう危ないっていうのはもうかなり前から分かってましたし、この5、6日くらいでもロシアも破産するんじゃないかと思われていたんですけども、昨日ついにルーブルがその取引停止、これ破産ですね。しかしロシアが破産すればロシアだけにはとどまりません。現在では世界のすべてがすべてと関連しておりますから、もう世界中に波及するのは分かりきったことです。もう南米あたりまでももう株が下がってる。ロシア経済が破産したら大変ですから、もうすでにアメリカは本格的な金融援助をしておりました。しかしその効果はありませんでした。ドイツはもう長らくもう必死になって援助しておりましたけども、あまり効果がない。そこで確かね、昨日でしたっけ、ドイツの総理大臣が、小渕首相に緊急電話かけてきて、よろしく頼む。ところが日本の政治家っていうのはもう、何でも安受け合いするのが大好きだと見えまして、よしと言ったか何だか知りませんけども、ロシア援助引き受けてしまった。そしたらもうこれ大変なことになるってことが気がついていないんです。すでにもう皆さん実際に商売なさってる方は身をもって感じていらっしゃるように、いつまで経っても景気良くなりません。物は売れない。注文は来ない。そこでまあ随分苦心なさってる方が多いと思います。これから景気はどうなるのかと。と思って日本の財政を見ますと、日本の財政っていうのは破産寸前。いや、とっくに破産してると言ってもいいんです。これも皆さんご存知です。ですから不良債権は膨大だってことは分かってても、本当どのくらいの額にあるのかってことは、もう発表があるたびにどんどん膨らんでいくだけで、まあ膨大であるってことしか分かっておりません。そこで一体どうしたらいいのかと。ところがほとんど今の政府なんか、なすすべもありません。それでは一体どうなるのかと、どうすればいいのか、これを本気になって考えてみたいと思います。ところが、物事を考えてみますと、これは非常に不思議なことだったとはお考えになりませんか。日本はもう空前の大変な経済危機の断崖に立っている。ここまでは誰も分かってるんですね。しかしどうすればいいか分からない。だから奇妙と申しますのは、今の日本っていうのはこれは大変な大金持ちになっております。個人の金融資産だけでですね、金融資産だけで、1200兆円以上です。郵便貯金なんかどんどん毎年増えております。それから日本の
対外純資産、日本が外国に貸しているお金ですね、純資産ですから、日本が借りているお金、貸しているお金から借りているお金を引いた金額、これもなんとね、124兆円。驚くべき金額ですね。どのくらいの金額かと言いますと、今、今度アメリカの方はね、膨大な借金って言ってもあれですよ、財政の借金じゃなしに、アメリカ合衆国が外国から借りてるお金、これが膨大で、こっちの方は減りませんので、アメリカも配ってるんですけど、その金額の 70% に該当、70% 以上に該当するんです。それからアメリカの国債もほとんどが日本が買っておりますから、もうこの頃はアメリカは日本に対して威張ってしまってどうしようもないですね。日本の金融政策が悪いから改めろだとか、そんなことばっかり言っております。日本はもう没落寸前で怖くないだとか。ところがね、アメリカを困らせる方法があるんですよ。日本が持ってるアメリカの国債をいっぺんに売り出したらどうなるのかと。もうこれはとんでもないことになりますね。1ドル50円くらいになっちゃうでしょう。しかし、なんといってもアメリカが世界の経済を背負っておりますから、アメリカをそんな目に合わせることは絶対にできませんから、日本だってアメリカの国債を売り払ってしまうなんて、そんなことは絶対いたしません。しかし、やれば、とかどうしてももう焼けっぱちになってやれば、そういうことになるんです。このように、考えてみますと、今の日本はものすごい大金持ちです。これが一つですね。しかし、大金持ちであるだけではありません。日本の生産力っていうのはもう、ものすごく高い。どんなに需要が増えても、インフレなんか起こさないで生産ができます。ですからね、まず議論始める前に結論というのも変ですけど、結論から申し上げますと、膨大なお金、日本国民が持っている膨大なお金がちょっとでも動けば、それから巨大な生産力がちょっとでも動けば、もうこの不景気なんか吹っ飛ぶんです。あっという間に吹っ飛びます。これは確かですね。だから問題は、ちょっとでもお金や生産力が動けば、不景気なんか吹っ飛ぶのになぜ動かないのかと。不景気がね、吹っ飛んで、大変な好景気になればね、だから株価は上がりますから、まあ、不良債権、随分減価されるでしょう。それからそうすれば、不景気が良くなれば、もう税金もたくさん取れますから、国家の財政危機でも緩和されます。今、アメリカはもう、貿易赤字には悩んでおりますけれども、急速に財政赤字は減っております。だからあまりにもその財政赤字が減っているので、もう大統領のセックススキャンダルなんか消し飛んでしまうくらい財政が良くなっております。でもクリントンがそんなに偉いかっていうとそうじゃありませんのでね、レーガン以来、もう規制を緩和してアメリカ経済は空前の好景気を謳歌しております。だから景気が良くなれば、税金がたくさん入りますから、財政危機も緩和される。こう考えてみますとね、今の日本はいろんな意味で経済危機にあります。不景気、それから不良債権、財政危機。ところがね、何らかの方法で、もしも、景気が良くなれば、そうすれば、もう不良債権も財政危機も大いに改善されます。
だからどれか一つに重点を置かれておったら景気を良くすればいいんです。皆さん生活実感だってそういうふうにお考えでしょう。景気が良くなればどうなるのかって言いますと、商売なさってる方は、もう、物は売れるし、注文は殺到するし、差し当たっては良いことずくめでしょう。そうすればどうなるのかって言いますとね、今日本の設備投資っていうのは大変落ち込んでおりますけども、景気が良くなったら、もっともっと設備投資やってやろうと。まあ、こういうふうに企業の方はお考えになるでしょう。すると設備投資が増えれば、ますます景気が良くなります。それからまた、設備投資が良くなかったら、その景気が良くなれば、収入が増えますから、今はもう収入が少ないから、あんまり消費しない人でも、どん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 消費するようになるでしょう。この平成不況は、消費不況と呼ばれて、消費が少ないのが不況の最大の原因であると。こう言われておりますけどもね、今は単に消費が少ないだけじゃなしに、所得が増えても消費があんまり伸びない。つまり将来に対する悲観。将来、今は仮に所得が増加しても、将来は減るのではないかという不安がありますから、それを見越して消費しないということもあります。ところが景気がぐん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 良くなっていって将来はもっともっと良くなると。こういうことであるならば、そうすれば、もう消費もどんどん増えます。GNP っていうのは消費プラス投資ですから、投資が増えて消費が増えたら景気はますます良くなります。こういうわけで、どっかで景気が良くなれば、物事っていうのはぐんと明るくなるのに、どうにもこうにも景気が良くなりません。ところが、景気が良くならないっていうのはもう、お金がないから景気が良くならない。生産力が低いから良くならないっていうんではなしに、お金はあり余るほどある。1200兆円。個人の金融資産だけでそうです。それからこれが増えつつある。それから対外純資産だけで124兆円。アメリカの対外純債務の 70% くらいの巨大な債権。外国に対する貸しを持っております。それなのにお金使わないんです。巨大な生産力はあるんですけど、それが動かないんです。なぜ、こういうことになってしまったのかと。そのことを徹底的に考えることが大事でないかと思います。ところで、どこから考えたらいいのか、どこからどういうふうに考えたらいいのかとなりますけども、たった今、もうソ連経済が破産しそうである。いや、破産宣言を出したというニュースが入ってまいっておりますので、これを手がかりに考えたらいいのではないかと思います。ソ連はなぜ破産したのか。ソ連じゃない、ロシアですね、今。ロシアはなぜ破産したのかと。かつてソ連が破産しました。そこで、ソ連を解体してしまって、ロシアが出てきたんです。そのロシアもまた、破産してしまった。これはなぜであるのか。ソ連が破綻した理由は、ソ連が社会主義であるから破綻した。そういうふうに説明されました。そこで、ソ連が滅んでロシアができてきたときに、ロシアは社会主義はやっぱり悪かったと。
資本主義でなければならない。と言ってですね、ロシアはもうがむしゃらに資本主義の方向へ向けて突進しました。ところがこの資本主義路線もまた破綻しました。だから一体これはどういうことであるのかと。このことを考えたいと思います。ソ連が滅んでロシアになったときに、もうアメリカも西側の人も、だからいわゆる資本主義の諸国はもう飛び上がらんばかりに喜びました。これで資本主義が正しいってことが証明された。社会主義が間違っていることが証明されました。こういうふうに言ってみんな大喜びだったんです。ところが、その時の考え方っていうのが甘かったというよりもですね、もっと悪いことには根本的に間違っておりました。でもちょっと考えただけで大変変な話だってことはわかります。ソ連。ソ連を中心とする共産主義者は、ソ連が滅びるまでは資本主義は悪い。資本主義こそは諸悪のもろもろの悪いことの根源である。こういうふうに言っておりました。ところが、ソ連が滅んでロシアになりますとですね、全く逆のことを言い始めました。社会主義は悪い。だから我々は社会主義をやめて資本主義にする。この考え方に対してゴルバチョフは多少懐疑的だったんですけどもね、エリツィンの方はもう完全に社会主義を捨てて、資本主義の方へ向けて全力で走り始めました。その結果がこのようなありさまです。では、どこにどういう落とし穴があったのかということですね。だからソ連が滅びるより前、マルクス主義者は、マルキストは、資本主義が悪いと、資本主義のここが悪い、あそこが悪いということを散々批判しました。それじゃね、資本主義のここが悪い、あそこが悪いって言ったこと、それが全く誤りであったのかどうなのかと。ところがよく考えてみますとね、ソ連の資本主義批判、マルクス主義者の資本主義批判というのも全部が全部悪いとも言えないんですね。例えば資本主義になりますと、資本主義は弱肉強食の社会だから、もう貧富の差がものすごく激しくなると。強くて生き残ったものはいいけども、弱くて破産した企業だとか、おっぽり出された労働者、すなわち失業者だとか、そういうのがたくさん出るぞと。そういうふうにして、資本主義を批判したんですけどもね、それは正しいんですよ。それじゃあ、社会主義者、ソ連の根本的な間違いはどこにあったのかというと、資本主義ばかり批判して、社会主義にどういう欠点があるのか、そのことについては全然研究しなかったと。このことです。資本主義には必ず失業がある。ここまで証明しました。しかし、社会主義には失業があるのかないのかに関して、これを研究した社会主義者はいないんですね。だから大変なことになりまして、ソ連社会主義も、中国はまだ社会主義は滅んだとは言っておりませんけれども、ソ連でも中国でも膨大な失業者が出て、それが滅んだ最大の理由になりました。これが一
一つですね。それからもう一つ大事なことは、資本主義にも社会主義にもいいことも、いい点も悪い点もある。しかし、資本主義ってものはなりたければなれるものかと。この点を全然研究しませんでした。これが二番目の誤りです。ところで、今日本経済のことを議論しているときに、まあ、ソ連の話にちょっと深入りいたします。その理由は、現在日本が直面している問題っていうのは、ソ連が直面している問題とほとんど同じなんですね。ソ連がまだ生きている頃です。世界には資本主義国もありましたし、社会主義国もたくさんありました。はじめは社会主義国も頑張っていたんですけど、だん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 時間が経ちますと、社会主義国で、ほころびが目立ちました。ソ連自身も生産力が低下しましたし、いろんな東欧諸国も中国も、随分ほころびが見え出しました。そしてまだまだ社会主義国がピンピンしている時でも、ことによったら社会主義はダメなんじゃないかと、このようなことを言ったり感じたりする人が増えました。そこでいろんな人から質問を受けたんですね。社会主義はダメなんじゃないかと。大概大失敗してるじゃないかと。その時答えました。社会主義国で、もう流々として栄えてる国はたった一つだけある。そんな国があるのかと。ところがあったんですね。その国はどこの国かと言いますと、日本ですよ。日本は資本主義国だと思ってる人が大多数でした。ところがその本質はね、社会主義国と言ってもいいほど社会主義的な要素が強かったんです。これについてはこれから根本的にお話しいたしますけれども、一つだけ言いますと、社会主義国と資本主義国とがどこが違うのかと言いますと、社会主義国では、お役人が経済のトップにいまして、経済を指導します。社会主義国だって企業がないことありますけども、企業がないこともありませんけど、社会主義国では企業にお役人が命令を下します。ところが、資本主義国では原則としてですね、いくつかの例外もありますけど、原則として、お役人は企業に命令はいたしません。つまり公共分野と私的企業というのがあって、全然別の分野です。ところが日本ではそのボーダーライン、そのけじめがはっきりしておりませんのでね、どこまでが公共であって、どっから先が私的企業なのであるか、なんかはっきりしません。お役人はどこにでもここにでも命令いたします。なんて言いますと、お役人は、いや、命令なんかしてないぞ。行政指導だとか、通達は命令じゃないと言いますけどね。それは法令上は命令じゃないんですけども、実質的には命令です。だから、お役人が経済のトップに行って、経済を操る。経済に命令する。その点では、まあ、社会主義国ですね。良い意味でも悪い意味でも。だから、成功した面もありますよ。社会主義のいいところは平等を実現したことにあるんだと。こういうこと言いますけどね。例えば、ソ連なんかだったら、能面クラツーだなんて特権階級が出てきちゃったでしょう。だから、案外平等じゃないんです。中国も同様。ところが、平等が世界一進んでるのが日本。まあ、その頃のデータですね。今でもあんまり違わないと思いますけど、日本で新入社員と社長の給料の違いはどのくらいかと、1対7だとか1対12とかと。ところが普通の資本主義国だったら何百倍何千倍です。
ソ連だって、ソ連はね、能面クラスでは月給が高いわけじゃありませんけど、実質的にそのくらいです。だからまず日本の特徴は平等を実現した。だから二番目の大事なことは、最先進資本主義国に追いつけ追い越せと。ソ連がひとたびアメリカに追いついたように見えたときもありますけども、1970年までにはアメリカに追い越すんだなんて言ったことはありましたけども、まあ、宇宙に一番乗りをした頃が黄金時代でして、その後はアメリカとの差は開くばかりでした。まあ、最先進資本主義国に一番追いついたのは日本です。まあ、アメリカ以外の国は追い越してしまったとかって。あれやこれやと、日本はまあ社会主義の理想を実現しました。ところが、まあ、ソ連が滅んだのと全く同じ理由によって、日本は資本主義でありませんでしたから、だから、社会主義の弊害が今現れてきているというわけです。だから、あたかも、宇宙に一番乗りした時のソ連のように、高度成長が終わってからしばらくの間っていうのは、日本の経済的繁栄っていうのは素晴らしいものでした。しかし、そのお役人の指導ってこと、初めはプラスであったのがそれはそっくりマイナスになってきました。この点はソ連とそっくりですね。ソ連も初めはもう5カ年計画に次ぐ5カ年計画。これによって先進資本主義に追いつき追い越していきました。ところが、もう70年代頃から急速におかしくなって、80年代になったらもう経済がガタガタになった。そして、資本主義には到底及ばないのであるということが明らかになりました。この点も日本とは非常に似ております。今の日本で、それはね、今何も世界一に争うほど強い部門もありますけども、もうダメになった部門もあると。で、皆さんご存知の通り、今ではどの方でもご存知のように、日本で一番悪いっていうのが金融産業です。一番いいっていうのが製造業です。製造業では今でももう世界で一二を争うほどです。ところが金融業における欠点っていうのが日本経済の首を絞めてる。このことはもう今では明らかになりました。なぜかと言いますと、製造業は猛烈な競争をしております。ところが金融業となりますと、これも今では誰でもご存知のように、いわゆる互相生産方式で一切の競争させなかった。だから滅んじゃった。だから日本の資本主義的な部門ではもう日本は流々として栄えているのに、社会主義的な部門ではもう滅びかかって、いや、滅んでしまったと。というわけで、日本は、資本主義は正しくって、社会主義が間違ってるってことを証明したようなものであると。簡単に言えばこう言えるんですね。ところがね、徹底的に分析してみますと、そうも単純でないってことがわかるんですけども、まあ、差し当たったらもう、誰が見てもそうです。また製造業でもね、競争させないところでは滅びかかってるでしょう。とは何も金融業に限らず、日本の農業みたいに、これも激烈な競争をしている部分では栄えているのに、競争をさせなかったところではみんな滅んでますね。だからこういう意味でも、資本主義は正しくて、社会主義は間違っていると。このことを日本は身をもって証明したようなものであると。このようにも、あるいは言えるんじゃないかと思います。この意味で、ソ連がどのようにして栄え、どのようにして滅んだのかと。そのことを研究するってことは、これ非常に有益だと思います。
そこで、ソ連が滅んだってことはもう誰も知ってますから、ソ連がロシアになった時からもう少し考えてみたいと思います。とか、ソ連がロシアになったっていろんななり方があったわけですけど、そのなり方は今までの社会主義の遺産を全部捨ててしまって、資本主義一辺倒。今度は資本主義が良くて社会主義が悪いと、そのように思い込んでしまいました。そして今までの資本主義分析っていうのを全部捨ててしまったんです。それからもう一つ重大なことは、資本主義というのはなりたいと思えばなれるものなのかどうなのか。そこのところをきれいに忘れました。忘れたっていうよりも、ロシア、それからマルクス主義の人々っていうのはその点に関しては全然勉強していませんでした。それから、ソ連がロシアになった時に西側のエコノミストもみんな喜んでしまって、資本主義になりたいって言うんだったらそれはいいことじゃないか、それは結構じゃないかって言って、資本主義になるためにはどうすればいいのかってこと、このことをもう全然、助言しなかったんです。ところが考えてみればね、西側のエコノミストだって資本主義になるためにはどうすればいいかなんてこと、そういうことは全然研究しておりませんでした。マルクス主義者も研究していませんでした。なんで研究していなかったかと言いますと、資本主義っていうのは技術が発展し、それから資本の蓄積が十分に溜まれば自然に出てくるものであると、こういうふうに思ってたからです。まあ、経済学の元祖は英国の古典派スミスだとかリカードだとかミルだとかマーシャル、そういう人々ですね。要するにアダム・スミスに始まる学派ですけど、これ英国の古典派って言うんですけど、古典派の人々もマルクスも資本主義はどういうふうにして出てくるのかと、このことについては技術が進歩して資本が蓄積されれば資本は主義になるんだと、こういうふうに考えておりました。だからそういうふうに考えてれば、資本主義っていうのは技術が高くて、資本蓄積が十分にあれば資本主義になれると。そしたらば、ソ連が、もうロシアになって、資本主義になりたいと思えば、割合に簡単になれるんじゃないかと。マルクス主義者も、それから、西側の経済学者も、みんなこういうふうに思ってしまった。しかし、それも無理からのことですね。だって、ソ連の、技術っていうのは、その頃随分、昔ほどではなくなりましたけど、宇宙一番乗りしたことでもなくなったけども、随分高いでしょ、言ってみたらもう、軍事力なんてアメリカと匹敵するかように思っておりました。だから、あれやこれやで5カ年計画に次ぐ5カ年計画だから、かなり資本蓄積もありました。これで資本主義だって随分遅れて資本主義もあるから、アメリカまでにはいけないけど、中くらいの資本主義にはなれるんじゃないか。ロシアのエコノミストも、西側のエコノミストもみんなこういうふうに思ったと。これも無理からのことであります。ところが、現実はそうではなかったんです。資本主義になるってことは、これは実は非常に難しいことです。ではね、資本主義になるのが難しいというのは、
どういう形で現れるかと言いますとね、資本主義の本質は自由競争です。社会主義においては自由競争ってことはありません。ですから自由競争って言うと朗らかで、それから、いいみたいに思いますけど、そういう側面もありますけど、自由競争っていうのは言ってみたら戦国時代でしょう。激烈な競争があって、競争に負けた企業は破産します。競争にそぐわない労働者は、不備になります。ただ企業の破産と失業こそ資本主義の本質なんですね。失業と破産がなければ資本主義は滅びます。ということを社会主義では盛んに資本主義を攻撃したわけですけども、そうするとね、社会主義っていうのは失業と破産がない。これがいいことかどうかってことが議論の中心になるんですけども、失業と破産ないということになりますとね、本来ならば失業した人々でも潜在失業としてどっかの企業が雇わなければなりません。これ膨大な無駄です。この潜在失業によってソ連が滅びましたし、中国も滅びかかっております。これ破産すべき企業を破産させないで抱えておく。これがどんなに有害であるのかってことは、日本の金融破綻でよくご存知だと思います。本来ならば破産しなければならない銀行を大蔵省が救ってしまった。それによって今の日本の金融システムっていうのはめちゃくちゃになったわけですね。しかし他方ですね、企業者や企業家や労働者の立場からすれば、もう激烈な競争をしなくても、ぬくぬくと、半分で負け、半分仕事してても、なんとか食いつないでいけるわけですよ。だから戦国時代と封建時代でどっちがいいのかっていう質問みたいなもんですね。封建時代なんて身分は確定してるし、全然自由はないし、作新作新されてるから、非常に嫌な時代だと思うかもしれませんけど、いきなり明日殺されるってことないでしょう。ぬくぬくとしていられるでしょう。ところが戦国時代だったらどうかって言いますと、明日の命もわかんないわけです。侍は武士道とは死ぬことなりと見つけたりっていうわけで、明日死ぬかもしれない。大名だって浮かうかとしていられませんよ。ちょっとでも浮かうかしたらあっという間に滅ぼされる。本当に封建時代の大名と違いますね。封建時代の大名だったら参勤交代さえしてればずっと安全です。したがってね、全く客観的に封建時代と戦国時代とどちらがいいかと言われても困りますね。だから資本主義と社会主義とがどちらがいいかって全く客観的に言われてもね、これは。その中で生きてみないと、またその人の素質にもよるし、好みにもよるし、世界観にもよるから、どっちが言えてもいいとも言えないわけでしょう。だからそれをね、ロシアは、ずーっと社会主義はいいって言ってきたのに、いきなり資本主義がいいって言ったから、もうとんでもないことになったわけです。資本主義市場、だからキャピタリスティックマーケットを入れてみると言ったってそう簡単に入りません。至るところで破綻します。だって競争ってことに慣れていないんですから。競争ってことができないんですから。極端に言いますと、競争ってことしたことがないんですからね。だから封建時代の侍をいきなり戦国時代に連れてってるようなもんです。だから封建時代の大名をいきなり戦国時代に連れて行ったようなもんです。日本の歴史では戦国時代の後に封建時代が来ましたから、
そのような例はありませんね。しかし、もしもそんな例があったら、えらいことになったでしょう。いや、ですからね、ロシアは、資本主義は理想であって、資本主義に向けて、もう、エリツィンは全力で走り出し、ところが走ってみるとね、思ったようにいきません。資本主義市場を作ったつもりでいました。ところが出てきたのは、資本主義経済じゃなくて、マフィア経済ですね。資本家が出てこないで、ギャングの親玉みたいなものが出てきたんです。今でもね、今のロシアでも随分金持ってる人がいますね。その資本主義的営業でお金儲けたのかって言うとそうじゃなくてね、ギャングがお金儲ける方法で儲けたんです。だから競争といっても、これ資本主義的競争ではなくて、カポネが他のギャングどもをぶち殺したみたいな、そういう競争です。そこで問題の中心はこういうことですね。それでは、資本家とギャングとはどう違うのか。マフィアと、資本家と、どう違うのかと。こういう問題です。ところがこの問題については、マルクスも研究しておりません。西側のエコノミストも研究しておりません。それでは、これがね、どういうふうに違うのか。それを研究したのが、マックス・エーバーというドイツの学者です。マックス・エーバーは、歴史が始まってから、もう、資本主義になりそうでありながら、資本主義までは行き着かなかった。そのような経済をたくさん研究しました。つまり、技術も十分に高かったと。資本の蓄積も十分にあった。それからもう一つ大事なことは、商業も進んでいた。しかし、資本主義にならなかった。例えば古代中国なんかですとね、春秋時代ですね。この有名な春秋戦国時代の末期頃だったら、ものすごい大金持ち。しかも、製鉄業だとか、それから製塩業、それから牧畜業、そんなようなことでもっても、王様も及ばないほどの多くの富を築いた人がいると。技術も十分に高かったと。これ春秋戦国時代よりもかなり後ですけども、中国にいらっしゃると大運が、もちろんご覧になりますね。英国にいらっしゃってもね、これはそのつもりにならないと見ない人もいるんですけども、英国っていう国は国中どこへでも運河自体に行けるんです。それでなんで英国にそんなね、そのものすごい運河があるのかって言いますとね、もう産業革命の前にすでに資本主義でしたから、生産力が十分に高くなったので、馬では運びきれません。しかし鉄道が出てきたってのは1830年頃でしょう。
ただそれ以前の英国では仕方がないから運が起こったんです。だから英国の運河って全国に張り巡らされています。ところが中国の大運河と比べれば、その規模において、太さにおいて、長さにおいて、はるかに小さいんです。ということは、大運河ができたっていうのは隋の時代ですね。平安時代からちょっと前、そんな古代において作った中国の大運河っていうのが、資本主義になった、すでに資本主義になって、産業革命直前の英国の運河よりも、はるかに大きくて深くて長いんです。ということは、そんなもん、日本で言ったらば平安時代の頃の中国の富の大きさ、技術、資本の蓄積、商業の発展なんていうのはもう、いつ資本主義になってもおかしくないくらい進んでたということがお分かりだかと思います。しかし、資本主義にはなりませんでした。それよりも、はるかに遅れた英国の方が先に資本主義になっちゃった。なぜだと思いますか？そこでウェーバーは世界歴史を研究しました。古代エジプト、古代メソポタミア、それから古代ギリシャ、古代ローマ、ヘレニズム社会、それから古代中世のヨーロッパ、それから中世のサラセン社会、もういろんな社会、古代インド、古代中国、いろんな社会を研究した結果、技術、資本の蓄積、商業の発達においては、いつ資本主義が出てきてもちっともおかしくない。そのような経済、そういうような経済っていうのは、これはもう、世界歴史にいくつあるかわかりません。しかし、資本主義にはならなかった。それはなぜであるのかと。それについて、マクス・エーバーは、答えを出しました。それはね、資本主義の精神がなかったからだと。資本主義の精神っていうのは、何かって言いますとね、一つは、労働というものは宗教儀式であると。このように考える精神。それからもう一つは、目的合理的な精神。資本主義というものは、これ非常に高い。倫理的精神、倫理的精神ですね。それを前提としてしなければ、絶対に出てこないって言うんです。まあ、これこそ大発見でして、さっき申し上げましたけどもね、ギャングやマフィアと資本家とはどう違うのかと。ギャングやマフィアには、あれですね、一切の倫理道徳っていうのがないんですね。ところが資本主義の労働者、資本主義の資本家っていうのは非常に高い倫理精神からではないと出てこない。こういうことを発見した、しました。と申しますとね、必ず反論がありまして、資本家だって倫理、的な水準が低い人もいるじゃないかと。だって、あれでしょ、その、死の証人だとかって言って、もう、金儲けしか知らなくて、もう倫理なんか一切知らない人もいるじゃないかと。もっとひどいものになると、
奴隷承認というのも資本主義においてははびこったではないかと、必ずこういうような質問が出ます。いや、実際ね、アメリカのもう、奴隷承認の悪度さって言ったら、歴史的に例がないんですね。その奴隷っていうのはもう昔から言いましたけど、まあ、古代の奴隷なんていうのは割合に優しく扱われた場合もありまして、中国の官僚っていうのは奴隷から発達してるんですよ。だから内閣総理大臣が奴隷であった。それからギリシャなんかでは奴隷のとこ新鮮にして崇めたでしょう。しかしね、アメリカの奴隷と来たら全くものと同じでしてね、奴隷船で運ぶときに、もう、あれですよね。病気になった奴隷を捨ててしまった方が、かえってコストが安くて済むと思ったら、どん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 海の中に放り込んだんです。だからアメリカの奴隷商人くらい、もう道徳水準の低い人はいません。だから、こういうことを考えますとね、資本家でも随分奴隷の道徳水準が低い人がいるんじゃないかと。しかし、ここに大事なのはどういうことかって言いますとね、非倫理的、非道徳的とは言いますけど、どうも日本語はね、正確じゃありませんけどね、じゃあ、非倫理的、非道徳的、まあ、倫理で説明いたします。非倫理的って言っても意味が二つありましてね、一つは、確固たる倫理があるんだけど、倫理を守らない人がいると。こういう場合です。すなわち、その規範の逸脱者がいるっていう場合ですね。それからもう一つは、規範そのものがないっていう場合。つまり、さっき申し上げましたっていうのは、ギャングや、マフィア、そういうものがよって立つ基盤は全期的資本という。全期的っていう言葉があるのとないのとではその意味が全然違ってきます。単に資本といった場合には、これは資本主義、世界における資本です。この前期的っていうのをね、これ英語かドイツ語で言います。これ洪水前、ノアの洪水が起きる前という意味でしてね。だから前期的資本と資本というのは日本語にしてみれば似てますけどもね、根本的に違います。例え話で言いますと、おたまじゃくしとナマズみたいなもの。ちょっと見た目には大変似ております。ところが、根本的に違いまして、おたまじゃくしもどんなに頑張ったって大きくなったって、絶対にナマズにはなりません。みんな帰る、やがて手が出て足が出て、帰るになっちゃいます。だから前期的資本が、どんなに大きくなっても、だから技術が進歩しても、規模が大きくなっても、商業が発達しても、絶対に資本になる。前期的資本と資本というのは根本的に意味が違います。どこが根本的に違うのかって言いますと、資本には高い規範性、倫理性、道徳性があります。前期的資本には全く規範がありません。と申し上げますとね、必ず、そんなこと言ったって、今の資本官だって、アメリカの資本家だって、随分悪い奴がいるじゃないか。しかし、それはね、資本には本来非常に高い規範性があるんだけども、守らない人が出てくる。こういう意味での、まあ、不道徳性、非規範性。
非倫理性です。ところが前期的資本にはそもそも規範がないんですよ。いくつか例を挙げますと、古代のベトヴィン族、もう古代のベトヴィンにおきましては、強盗殺人、略奪、全然悪いことではありませんでした。そういうことができるのにしない人ってのはかえって卑怯者だと、もう軽蔑されました。それからね、もう一つわかりやすい例で言いますとね、十字軍ですね、十字軍。十字軍って言うと、敬虔な、もう道徳、敬虔な宗教的情熱に、かきたてられて、出征していった。それには違いないです。全くこれ嘘ではありません。ところがね、その面では非常に敬虔な人々なんですけども、もうひとたびイスラム教徒に接すると、強盗、強姦、略奪、殺人、もう欲しいままにやってるんです。これはもうその後研究が進んで、全く本当のことです。じゃあなんでそんなことをしてるのかと。こんな敬虔な人がこんな残虐なことをするってありえないだろうと。とかあり得るんです。それはどういうことかと申しますと、それはバイブルよく読んでみるとわかるんですけどもね、バイブルにおきましては、もう、神に対しては非常に高い規範性を言ってますけども、神の命令があれば、もしくは神の禁止がなければ、大量殺人、それから大量略奪、強盗、強姦、全然割り出されていないんです。その証拠には、ヨシアキご覧なさいよ、もう。神の命令があれば、ジェノサイドなんかやたらにやってんでしょう。日本の牧師や神父は、ヨシアキ読ませたがらないから、ご存じない方もいらっしゃるとは思いますけど。いや、ですからね、ヨーロッパの中世の、だから、というよりも、近代も随分進むまではね、国際法において、野蛮人、野蛮人というのはキリスト教徒が勝手に野蛮人だと認めた人ですけど、そういう人々は殺しても強盗強姦やっても捕まえてきて奴隷にしても、それが合法的だったんです。だから、野蛮国においてはすなわち規範がなかったんですね。で、ここで、前期的資本に規範がないっていうのはそういう意味です。念のためにもう一つ例を挙げますとね、私はちょっと注意深く読めばお分かりのように、エリザベス一世の時代においては、海賊と、それからですね、商船と、区別がありませんでした。だからドレイクでもブレイクでもやたらに海賊やって、しかし女王の命令か海軍になるわけです。だから海軍と海賊の区別ができたっていうのは、近代資本主義になってからですね。だから、前期的資本には規範がない。それが資本になるためには、非常に高い規範がないとなれません。これが一つの根本的な性格です。だからもう一つは、目的合理的。目的合理的精神というのは、簡単に言いますとね、数学的に計算して、その結果でやると。そこに何らかの他の要素は入らない。一番簡単なのは、私は近代の資本主義においては、消費者は公用ですね、ユーティリティを最大にします。それから企業は利潤を最大にします。それ以外の配慮は一切働かない。
ところが、資本主義以前の社会では必ずしもそうではありません。だってね、もう公用を最大にするなんて、田舎に行けば身分の低い者は村長よりいいも、いい着物を着てならないだとか、自分勝手にもう理人の最大なんかできません。また企業が、自分勝手に公用の最大はできません。また企業がね、勝手に理人の最大もできませんので、大体のもう、中間風俗だとか、そのようなもので決まっております。今の日本の企業だって、利潤の最大なんかやらない企業が多いでしょう。利潤の最大じゃなくて、日本の企業がやってることっていうのはシェアですね。分け前。業界における、なんていうの、比率を最大にすること。目的合理的。精神っていうのは、ある目的が与えられたら、すべてを合理的に調整して、その目的を達成すると。これが資本主義精神の2番目の特徴です。この資本主義のね、精神が確立されますと、どういうことが起きるのかって言いますと、まず気がつくことは、そのことからね、まあ、いろんな、まあ、フランクリンが手本にしているような、勤勉だとか、タイムイズマネーだっていう考え方だとか、それから、金券貯蓄。それから、特に大事なのは正直ってことですね。そのようないくつか資本主義においては、欠くべからざる徳目が生まれてきます。だから、資本主義の精神がないと、資本主義は動きません。それからもう一つ大事なことは、金儲けは良いことだっていう考え方が出てくることです。ところが、これがもう実に難しいことでして、単に金儲けをやるってことでしたらね、これはもう太古からありました。何部でもありました、そんなことは。ところがね、古代、中世における金儲けはどういうことかって言いますとね、まあ、やっていいことだとか、まあ、許されるだとか、本当は悪いんだけど、なんとか抜け道がある。いつでもそのように考えられていたわけです。例えば中世の末期に、ドイツにフッガー家っていうのがありました。世界の富の10分の1を持ってるってほどの大金持ちでした。今でも大変な大金持ちです。そこでね、珍しくも中世の終わり頃に、もうこれ、今で言えば、あれですね、貧民アパートと言ってもね、大変立派なもので、今でも人が喜んで住めるくらいのものを、だから、旧品を作って、そして、まあ、困ってる人に、それあげました。だから、社会福祉の元祖みたいな人です。だからそこに入れていただいた人の義務は何かっていうと、まあ、いろんな義務がありますけどね、一番大事な義務は、フッガー家の救済のために神に祈ることであると。だからフッガー家なんてものすごい大金持ちでね、いろんな寄付をしたり、慈善行為なんかもしました。しかしね、金儲けっていうのが正しいことであると。そこまでの、なんていうのは信念はありませんので、まあ本当はやっちゃ悪いんだけど、まあ多めに見てもらうと。ところがね、資本主義になっても、資本主義の精神によって、金儲けっていうのは正しいことであると。どこもやましいことがね、神様の祝福を受ける正しいことであるってことが初めて確立されたんですね。だからこのような信念があって、初めて資本主義っていうのは自由自在に動く。こういうことです。そこで、ソ連がなぜ滅びたのかと。ソ連はね、スターリンも、マルクス主義者ですからね。ところが、
マルクスの理論によると、資本主義の次に社会主義が来るんだと。だから社会主義っていうのは資本主義の実に豊富な資本と技術と、それを継承するはずであったと。ところが、その時期、ロシアっていうのは、世界のヨーロッパで一番遅れていましたから、高い技術も、十分な資本もありません。商業も発達していません。だから、スターリンは5カ年計画に次ぐ5カ年計画。それによって技術を高め、それから、資本を蓄積しました。だから、ソ連はひとたびはアメリカの次に高い技術を持った経済大国になりました。ところがね、社会主義にもやはり資本主義の精神が必要であるって、そこにさすがのスターリンも気がつきませんでした。だからどういうことになったのかというと、まず、計画、社会主義っていうのは計画立てなくちゃならないんですけど、計画ができなくなっちゃったんです。それは目的合理的な精神がありませんからね。だから計画ができないもんですから、もう生産しても生産と輸送と管理っていうことが、もうちぐはぐになるなんてことがやたらにできましたね。だから例えば何かで工場を作ろうと思っても、工場だけじゃありませんけど、橋でも何でも同じですけどね、未完工工事っていうのが至るところにできたんです。それから、もっと致命的なことは、労働っていうものは労働そのもののために、すなわちお金が、収入があるからやるんじゃなしに、一つと宗教的儀式としてやるってことはありませんからね、労働者はサボればサボるほど得だと思うようになっちゃったんです。それから、資本主義が生み出すところのいろんな諸特目ですね。正直だとか、タイムイズマネーって考え方だとか、金券だとか、そのような特目がどこにもありませんから、もう経済っていうのは嘘のつきっぱなし。これが、ソ連が滅びた理由です。ところが、ロシアになりましても、資本主義というものは、そんなに簡単にできるもんじゃないと。そこに気がつきませんでした。最も大事なのは、資本主義の精神であると。そこに気がつきませんからね、計画はできない。労働者は働かない。それから企業は競争に耐えられない。だから資本家でなくてギャングばかりが出てると。マフィアばっかりが出てると。そういう状態になって、ロシアはもう一向に資本主義になれません。さて、このように考えてみますと、まあ、今の日本の経済危機の本質っていうのはお分かりかと思います。日本は明治時代、一応は資本主義に向けて発信いたしました。しかしね、いくつかの特徴がありました。それは資本主義になっても、地主階級はほぼそのものだったんです。征夷大将軍だとか武士だとか大名は全部なくしましたけど、地主階級だけ置いときました。しかもね、その地主階級たるは、地代、レントですね。レントは実物で払わせたんです。米で。しかもその割合たるは 50% というべらぼうに高い割合でした。だからね、封建主義の最も基本的な部分が日本で資本主義に滑り込みました。それに最も悪いことにはね、そのような
封建的な経済形態だけではなくて人間関係まで資本主義に滑り込む。これはどういうことかと言いますとね、レント、時代が 50% と言ってもね、50% 必ず取らなければならないというんじゃないんですよ。その上限なんです。それ以上は取ってならないというんで、低くすることは何ぼでも低くできるんですよ。となると、基金の時だとか何だとかっていうのは、日本の地主っていうのは時代負けてやるでしょう。この点、アイルランド人とは違いますね。50% だから 50% 何ぼでも取るぞと。餓死しようと何しようと知ったことかと。いうのであればね、これはもう、経済的には残酷ですけど、単なる経済関係だって、地主と、小作人との間に人間的関係はできませんね。ところが日本式だと、人間的にも地主は偉くて、小作人は下だっていうのは、そのような人間関係ができちゃってね、それが社会の全体に、広がっていきました。これが一つですね。それからもう一つ、重要なことは、日本のビジネスリーダー、主な資本家だとか、それから、経営者、そのほとんどが下級武士なんです。日本の明治維新っていうのは下級武士が主催になってやりました。そこで下級武士っていうのは、明治の官僚組織の中に大量に潜り込みました。明治維新によって武家階級はなくなりましたけども、いわゆる武家階級の倫理であるところの武士道は、下級武士を媒体として日本の官僚組織に潜り込んだんです。だから武士道が潜り込んだって言うと大変立派なように聞こえますけど、立派な側面もありますけどもね、それでその本質はどういうことかと申しますと、役人が日本を支配すると。あたかも武士が町人や百姓を支配したと同じような、そのような考え方も残ってしまいましたね。資本主義国においては、役人っていうのはパブリックサーバント。公僕なんですけど、公僕じゃなくて役人が主人で、それが経済のトップ、ビジネスリーダーを支配して、それが全日本を支配するっていうのは、そのようなエトス。エトスっていうのは行動様式だとか考え方だとか、まあ、非常に簡単に言ったら倫理ってことと近いんですけど、そのようなエトスが残りました。これがね、ずーっと続いていたわけですけども、生きていたわけですから、日本は資本主義とは言いながら、その本質において、封建制度っていうのを、封建制度の尻尾を引っ張りながら資本主義になったと。こういうふうに言えます。そしてね、そのような状態が戦争前まで続きました。ところが、日本は昭和12、13、14、15年あたりから大戦争になると。大戦争に直面せざるを得なくなりました。アメリカと戦争しなければならなく、かもしれないと。その時は戦争と決まったわけじゃありませんけど、その頃からもう大戦争に突入することが明らかになりました。そしたら日本の支配階級であるところの役人は、官僚は、何が何でも大戦争ができるように、できるような経済システムを作らなければならない。例えば飛行機産業ですね。昭和の初めには
日本にはほとんど飛行機産業はありませんでした。ところがアメリカと戦争するとなればね、もう巨大な飛行機産業を作らなければならない。ところがその時のね、その頃の日本の航空技術っていうのは極めて低かったんです。飛行機なんて落ちるもんだとみんな思っておりました。だから大きなカモメと飛行機乗りはどこで死ぬやら発掘するやらだとかって、飛行機ってのは落ちるもんだとばっかり思っておりました。ところがアメリカと戦争するためには急激に航空産業を作らなければなりません。ところが飛行機が落ちると決まってるのに、飛行機会社の株を買う人はいません。そこで政府はどういうふうな政策を取ったのかと言いますと、銀行に命令して飛行機会社が来たらいくらでも金を貸せと。後の責任はみんな大蔵省が取ってやる。飛行機会社っていうのは一つのエグザンプルです。一つの例です。軍事産業に関しては、例えば軍事産業だとか、軍事産業、関連産業に関しては、政府はこういう金融政策を取ることにいたしました。それでどうなったのかって言いますとね、それまでは資本主義社会ですから、企業の金融方法、すなわちお金を集める方法は、株式や社債、証券を売ってお金を集める。つまり直接金融が主流でした。しかし、今言ったような政府の金融政策によって、銀行がお金を貸して間接金融が主流になりました。それが現在の日本の金融政策のね、原型をこういうふうにして作ったわけです。飛行機会社を例にとった金融政策っていうのは一つの例です。一つのエグザンプルです。戦争を遂行するために役人が主体となって、金融産業を媒介として、隅から隅まで役人が支配すると。このような経済、すなわちこれ一種の社会主義ですね。このような社会主義経済っていうのは、戦争を媒介としてできました。ところがこのような、金融支配を通じて、すべての経済を役人が支配するという戦時体制は戦後どうなったのかと。アメリカ軍は日本に進駐してきました。そして軍部を解体して経済に関しては財閥を解体しました。それから農地解放によって地主階級をなくしました。まあこういうようなものが日本を戦争に駆り立てたと、こういうふうに思ったからです。ところがね、アメリカにはもう官僚の専門家がいなかったと見えて、官僚による金融システムを通じての経済支配っていうのは、これはもう全然手を触れなかったんです。その結果どうなったのかって言いますとね、その時の日本の官僚っていうのは、もうアメリカに負けないような経済を作ろうと思って必死になって努力しました。しかしね、もうこと志と違ってそんなことはできませんので、生産力が足りなくて日本は戦争に負けた。そこでね、官僚は悔しがりました。今度こそ勝ってみせると。そしてね、ますます、経済支配を強めました。
そしてアメリカに追いつき追い越された。そこで戦後にもまあ転移がありましてね、朝鮮戦争の特需によって日本経済っていうのはもう経済大国に向かって歩き出しました。その背景には米ソの対立があります。アメリカとソ連はもう経済においても軍事においても競争関係にあって、そのうちに第三次世界大戦というのが起きるであろうと。そこでアメリカは日本に目をつけて、日本経済を巨大にして大きくしてアメリカの同盟国にしようと。そして日本の経済的成長を助けました。1965年のいわゆる日米安全保障条約によって、軍事的にはもうみんなアメリカが請け負ってやるから、日本は経済成長に専念すればよろしい。そこで日本の官僚は喜びましてね、すべての力を経済成長に集中せよと。全く社会主義ですね。その点はソ連と大変ソ連の5カ年計画よりもさらに効率的に、ありとあらゆる資金を導入して、そして経済成長に有利な産業に投入したんです。そこから先の高度成長については、今ではよく知られております。日本をもうみるみるアメリカに追いつき、いくつかの分野で追い抜きました。特にその黄金時代っていうのは、バブルが弾ける直前でして、もうその時の日本の設備投資っていうのはものすごいんでしたね。89年から91年までの設備投資たるや、もう、まだ日本の経済の規模はアメリカの半分くらいですけども、アメリカより多かったんです。だからもうみるみるうちに日本は競争力を身につけて、アメリカに追いつき追い越す日もそう遠い先ではないんじゃないかと、こういうふうに思われました。ところがね、ここにおいて、日本が社会主義であるというところの欠点が露骨に出てきました。それはソ連と同じです。日本は最も社会主義であるような分野ですね。そこにもう破綻が集中しました。それが金融システムであるってことは、皆さんご存知の通りです。ところがその根本にはね、金融システムに命令をしてるってところの、日本の官僚の欠点、それがあります。じゃあ官僚の欠点というのはどういうことかって言いますとね、じゃあここにも書いてありますような、違法官僚制。違法官僚制と、それから、加算官僚制の矛盾。加算官僚制というものの典型的な例は中国の官僚制。そうじゃなかったら絶対主義時代におけるヨーロッパの官僚制。違法官僚制っていうのはこれ近代官僚制ですね。違法官僚制の特徴はどういうことかっていうと、違法っていうのは法律によって官僚が支配する。しかもね、その目的合理的な支配ですから、官僚役人っていうのはね、法律のお化けみたいなようなもんであって、法律の解釈通りに支配すると。
近代官僚っていうのはそういうものでなければならない。ところが、加算官僚っていうのはどういうことかって言いますとね、国家は王様です。君主の私有財産であるって考え方。そして官僚っていうのは、君主の命令によって、国家を君主の私有財産として管理する。加算官僚っていうものが典型的に現れたっていうのは中国ですね。中国の官僚制っていうのがものすごく進歩していたってことは、科挙の制度。科挙の制度っていうのが隋の時代、唐の時代にできておりました。科挙の制度っていうのはどういう制度かと申しますと、ペーパーテストによって高級官僚を募集する制度です。ヨーロッパの官僚制度なんてはるかに遅れておりまして、高級官僚になんかなるっていうのはもう大概貴族ですね。そうじゃなかったら役職をお金で買う、そのようなことがね、フランス革命のちょっと前までヨーロッパで普通でした。ペーパーテストでね、役人募集するなんてのはずーっと遅れて、19世紀の終わりから20世紀の初めです。ところが、それは中国は1200、300年も前から行っていたんですからね、もう、ヨーロッパの知識人が中国を見ると、もう感心しました。だから古代においてはもう最高の制度でした。ところが、日本はね、この科挙っていうのは、平安時代のじゃなかった、奈良時代に入ってきましたけど、間もなくやめました。その後、科挙は復活しておりません。徳川時代になっても、どの時代でも。しかしね、科挙が日本において威力を発揮し出したっていうのが、明治時代なんです。日本には貴族階級なんかありません。明治維新を指導したっていうのは、武士階級ですね。そして明治時代に教育制度を作りました。ところがその教育制度にはもう下級武士階級がもう大挙侵入してきました。だから日本は明治以後ですね、教育機関をもって階級を作りました。だから下級の制度っていうのが明治時代以来に入ってきたわけですね。と一言で言いますと、どういうことかというと、一高東大法学部、そこを出た人が高級官僚になると。中国の科挙を手本にして、それを作ったわけです。その問題点はどういうことかと言いますとね、この制度っていうのはさっき言いましたみたいに、武士道の精神、これ武士のノブレースオブリージ、勇者の責任、そういうものが生きてるときには、もう立派に通用したんですね。ところが武士道の精神だとか、武士のエトスっていうものは、まあ、それはもう時代が経つと、急激に消えていきますけども、特にその根本的に消えたっていうのは、戦後の教育改革ですね。時間の関係上非常にわかりやすく言いますと、戦前ね、ベストセラーに佐藤光禄のあー玉杯に花を受けてって、こういう小説がありました。それとね、小林義則の東大一直線と比べてくださればね、どのようにして日本において科挙の精神、武士道の精神がなくなったのかとわかります。昔は日本に階級があったでしょう。一高から東大に行くってのは大変なことですからね。だからもう、お金がないですから、中学校に入るのでさえ、なかなか入れませんね。だから、給仕をやったり、丁稚をやったりして、一高合格するなって言ったら、大変な美談です。だから、そこまで行かなくてもね、これ、勉強させてやれば、一高が通りそうだとなればね、地主でも、田舎の名望家でも、共闘を挙げて、一高で、その人を応援したんです。だからその時代ですからね、一高から東大法学部に入った人ってのはものすごい期待と責任感がありましたから、
だから日本全国のためにやってやろうっていう契約に満ちておりました。だから日本人もね、お役人様、お役人様と、お役人様に頼ってれば、それでいいっていうのは、ことやっても間違いがなかったんですよ。ところが、戦後の受験戦争の時代、受験戦争の時代になると、まあ、試験ペーパーテストに合格しさえすれば、誰でももう、東大法学部に入れるんでしょう。まあ、大蔵省のキャリアの試験でも、誰でも受けて、誰でも通るんでしょう。そこにものすごい教頭の講演もなければ、人々の機内、機内の希望を一心に担うっていう意識もないし、もちろん武士道精神なんかありません。ところが特権、ものすごい特権だけは残ったんですから、俺は頭が良くって試験が上手だから合格したんだから、俺自身が偉いんであって国のためなんかどうでもいいや。となりますとね、この日本の官僚制は、見かけは合法、違法官僚制であっても、本質的には加算官僚であると。そのことがもう生きてくるんです。加算官僚っていうのは、国っていうのは自分の私的財産だと思ってるんです。だから恐ろしいんですなぁ。中国において、おいてはね、最も清廉潔白な人でも、地方長官を3年やれば、親子3代遊んで暮らせたっていう。そしたら、ものすごい賄賂取ったかっていうと、賄賂なんか取りませんな。清廉潔白なの。どうも変だと思って調べてみると、加算官僚制においては、正当な報酬と賄賂との区別がないんです。だって国家が私有財産だったら、当然そういうことになるでしょう。ところが日本は表面は違法官僚制ですけども、本質は加算官僚ですからね。国のものと自分のものとの区別がない。ですから、大蔵官僚なんかがね、もう、汚職で挙げられても、誰もすまないっても悪いっても顔してないでしょう。そう、自分のものと国のものとの区別がないんですからね。悪いことしたなんて意識がないんですよ。しかもね、あれでしょ、日本の資本っていうのは前期的資本でしょ。資本の方にも何の規範性もないんですね。どっからどこまでが株主のもんで、どっからどこまでが俺のもんだって、そういう区別ありませんから。だからお役人に賄賂使っても悪いことしたって意識が全然ない。ですからこの加算官僚制と前期的資本とが結びついてね、日本官僚の果てしなき汚職を生んでると。いや、ですからもう、日本の経済っていうのがもう、ぴったりと動きを止めて、政府の政策が効かなくなったっていうのは当然です。誰もうかうかと消費もできない、投資もできないっていうのは当然です。もう時間が来たようですので、ここで一応講演を終わりまして、討論の時間に移りたいと思います。はい、非常にいい質問をしてくださいました。ありがとうございます。それこそ喋りたかったんですけど、ね、今の不景気の根本的なことはどこにあるのかって、まあいろんな人が分析してますけどね。やっぱり一言でズバッと言ってやる方法って言うと、やっぱり、これアメリカの代表的経済学者のクルーグマンの説が正しいと思いますね。これはどういうことかっていうとね、結局、この景気が下がらないっていうのは、人々が消費をしない。投資をしないからだと思います。人々がどん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 消費をしてくれて、どん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 消費してくれたら、景気なんてあっという間に良くなります。しかし人々は消費しないでしょう。投資しないでしょう。なぜかって、その説明ですね。いろんな説明もありますけど、一言で、どういうことかというと、クルークマンは、これはね、リキディティトラップ。流動性の罠。
これはケインズのような天才がね、発見した法則ですけどもね、利子率があまりにも下がると、どんなに大金を持ってても、人々は消費したくなくなる。投資もしたくなくなる。こういう法則ですね。ケインズの大発見もね、残念ながら、現実にはまあ、あんまり活用されない。で、長らく過ぎましたけど、というのはね、戦後、ケインズ経済学が全盛時代になった時は、インフレが問題であって、その時代には戦後になってからデフレが問題になったことないんですよね。だから、日本の大蔵官僚をはじめとして日本の経済官僚が困ってるっていうのは、デフレを知ってる人が誰もいない。ところが、クルークマンは、このケインズの流動性の罠って思い出した。利子率があんまり下がると、人々は、それ以上利子率が下がっても、どんなことが起きても、もう消費も嫌だ。投資も嫌だ。みんなお金で持ってよと。そういう気持ちになっちゃうってんです。今の日本まさにそうでしょう。みんなたくさんお金持ってる。しかし投資も嫌だ。消費も嫌だ。それからね、もう一つ困るってことはね、投資もしない、消費もしなければ、政府の経済政策が効かなくなります。消費もしないってことは、たとえ、所得が上がっても消費しないってことでしょう。専門用語で言いますと、それしてもらわないことには、常数効果っていうのが働かなくなる。それから、投資が投資を呼ぶっていう加速度原理も働かなくなりますから。だからちょうどね、高度成長時代に加速度と上昇との相乗効果でどん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 景気良くなったら反対の状況になるわけですね。だからこれが、あれですよね、根本的な原因であると、クルークマンが言ったんです。だからこれを打破するようなことをやればいいわけですね。ですからね、そのためにはいろんな方法もありますけども、一つは、今思い切ってね、デフレが起かないんだったら、少しインフレにしてみたらどうかと。インフレにする方法もたくさんありますけどもね、クルークマンこんなこと言ってますよ。日本がどうしようもなくなったら、ヘリコプターでからね、お札を巻いて歩けって。だから印象を鮮明するためにこういうことはあるんですけど、専門の経済学者まで行かなくても経済学、ちょっとでもご存知の人だったら、簡単にそれと同じことできますね。一つはね、あれですね、銀行の、準備比率を低めればいいんですね。それからもう一つは、日銀が市中に出回っている国債をどん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 買って、買い戻して、市中の銀行に資金を提供すればいい。そしてね、ちょっと表現には矛盾するかもしれませんけども、名目利子率。だから何パーセントとかって利子率、6% とか 8% その利子率を上げる。そしてインフレにしてね、実質利子率を下げると。そしてどん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 、なんていうのかな、マネーサプライ増やす。そしてインフレになりますね。そしてインフレになるとどういうことになるのかというとね、しかもこのインフレは続くんだと思わせるんです。そしていろんなこと起きますよ。インフレが、デフレだと思うから、住宅も買わないんでしょう。車も買わないんでしょう。耐久消費財も買わないんでしょう。ところがインフレだと思ったら今買った方が得じゃありませんか。と消費増えます。それから、投資も増えます。だって今設備投資、生産力上げたらば、物は売れるし、それから原価償却も安くなるか。それからね、もう一つちょっとしたことですけど、
名目利子率、これを挙げますとね、そういうことに関してはクルークマンだけじゃないし、日本でも偉いこと言った人がいますね。渡辺正一さんです。今一番哀れな人っていうのは、まあ、利子生活者である。だって4000万あったって、6% であればね、まあ、ともかく人間らしい暮らしができるけど、元がね、元金減らして悪いんだったら、今みたいに利子率が下がったらもう、とても刺身だとか、ビフテキなんか食べれないと、納豆と言わしくらいが、関の山だと。とか今一番哀れなのは、いわゆる仮想民じゃなしに、仮想民って日本にそんなのいませんけど、所得が低い人ではなしに、あれだって、一生懸命一生懸命稼いで、たっぷり貯金した人が一番哀れだと。ところがね、おとといのね、朝日新聞に面白い記事が出たので、それと同じこと言ってんですよ。あんまりね、利子率が低くって、思うように消費できないと。俺だって余命いくばくもないんだから、ほんと消費したいと。だから利子率だけ上げてやったら、なんぼでも消費してあげる。その人かなり経済学勉強してるらしくて、利子率を下げてるっていうのは、景気を良くするためと、貸ししぶりを、やめさせるために下げてるんだろうと。そんな効果ないじゃないか。利子が下がったって貸ししぶりやってんでしょう。全く別の理由なんですからね。これは BIS 非に入れっていう理由によって。それから、利子が高くったって投資しないわけじゃありません。というのは、高度成長時代においてはすごく利子が高くったって投資したでしょう。人が今消費を増やそうと思ったら、利子、名目利子率をうんと上げなさいと。そしたならば、小金持ちがどん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 消費します。それから、あれですね、ところがインフレにして実質利子率を下げれば、それからインフレに期待があれば、どん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 投資しますと。こういうふうにね、今、なんとか景気を動かす、そして膨大なお金と生産力を使う方法っていうのは、やっぱりクルークマンの助言が一番いいんじゃないかと。それからね、渡辺さんがまたすごくいいこと言っておられますので、戦後日本の最大の誤りっていうのは、金持ちは悪いことだと。その信念っていうのは、マルキストが撒き散らしたんだ。ところがね、日本が、戦争直前、計画経済になったときに、どういうことをやったのかっていうと、あれなんですね、マルキスト高級官僚に採用したんです。まことに考えられないことですけど、日本のマルキスト、日本のマルクス主義者っていうのは外国と違って、とっつかまんでしょう。あれでしょうな。そしてみんなで、ぶん殴ったり蹴飛ばしたりするでしょう。そうすると悪をございましたって、たちまちもう転校するんです。例えば転校したんだったらもうマルキストじゃないけど、お前よく勉強したからって役人にしちゃう。ところがそんなのぶん殴られ、蹴飛ばされてマルキストになったんだから、イデオロギー残ってんでしょう。だから金持ちは悪いっていうイデオロギーが残った。それからね、それ受け入れる方もイデオロギーは同じでして、下級武士のエトス持ってんでしょう。下級武士っていうのはプライドはものすごくあるけど貧乏でしょう。だから貧乏は良いことで金持ち悪いこと。で、右翼と左翼がそこでマッチしたもの、そのような。それから日本のね、あれでしょ、あれでしょ、東大法学部一番なんていう連中は元と正せば大概貧乏なんですな。だから俺よりもはるかに成績の悪い奴が金持ちになって栄釈にされるって、金持ちは悪いことだと。良いことであるって考えがなくなっちゃった。ところがね、日本が貧乏なうちはそれでいいんですよ。ところが日本はもうべらぼうな大金持ちになった。大金持ちになったくせに金持ちは悪いことだなんて言ってたらもう世の中悪い人だらけでしょ。誰も彼も困っちゃいますな。だからここら辺で考え改めて金持ちは良いことだというふうに反省しないと、じゃん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 投資すると。じゃん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 消費すると。その結果、景気を良くするってことは出てこないと。
これは渡辺正一さんの意見ですけども、大変今の現代としては最もじゃないんでしょうか。これはどういうことかと申しますと、今ロシアは滅びかかってますから、アメリカはもう金融援助で大失敗しました。ドイツはもうそんな力ありません。だから日本が、なんとかしてやるしかないってことになりますけどね。まず前提として、政府がホイホイとお金出すっていうのは大反対です。そんな筋合いじゃありません。ドイツが出すっていうのは、第二次世界大戦の時に、不可侵条約を一方的に破って、ソ連に侵入して、ソ連人を800万、ないし2000万殺したっていうのはドイツです。だからその筋合いから言えば、お金これ出して当然なんです。ところが日本の場合にはどうですか？いきなり満州に攻め込んできて、日本人連れてて散々殺して、全然謝罪もしてないでしょう。だからドイツのような立場で日本が出すっていうのは間違いですな。しかしね、どうしても出さなくてはならないんであればですな、ロシアを日本の植民地にするくらいの、ですからね、いくつかの条件出さないといけませんね。差し当たってですよ、統一奨励物として円を持ってロシアの通貨とせよ。だってルーブルが通貨なんていろんな意味でね、どうしようもないですよ。ルーブルなんか誰も受け取んないから。それにね、ロシアっていう国は相性為替相場って概念がないから、何百となく為替相場があるんですよ。そんなの何とかできますか？円を持って通貨とせよと。それからまたルーブルなんかあったって円に換えられないから、どんなにねロシアで稼いだって日本の企業はどうしようもないでしょう。でも円を持って通貨としたら日本の企業ってだん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 進出できますね。ところがロシア人っていうのはもう今あれですよ、ハングリーであって、その割にはよく働きますから。だから労働力不足の日本企業にとってはね、これはあれですよ、中国なんかよりもはるかにいいです。どこがどういうふうにいいのかっていうとね、中国という国は非常に人間関係が全近代的であるっていうだけじゃなしにね、法律という概念が近代法の概念、違うって言うんだったらまだいいんです。法家の思想ですね。完璧したとか何か法家の思想とそっくりの法概念を持っています。だから日本とも欧米諸国ともその他の発展途上国とも違って非常にものが考えにくい。ところが契約という概念が日本みたいにないんだったらまだいいんですけど、契約という概念があって、しかもその契約ってことの意味が人間関係が疎遠であるのか、親しいのかによっていちいち違う。だからややこしいですなぁ。とかロシアにはそういうことはありません。それから、怠け者ですけども、ハングリーですから。怠け者の割には教育高いですから。だから通貨を円にして、日本企業はどん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 進出させるべきです。じゃあ、そのきっかけはどういうふうにすべきかと。一つ明暗があります。やりちんはもう近々ダメなんでしょうけど、どっちみちね、まだゴルバチョフ生きてんでしょう。あの人の外交能力は大したもんです。日本で一番苦手なのは外交です。だからゴルバチョフを連れてきて日本の外務大臣にしてその代わり何億ドルとなくね、給料をうんと高く払って、そのくらいの値打ちありますよ。そしてその半分はロシアに寄付すると。そのお金をなんていうのかな、それこそ本源的蓄積にして日本企業を誘致すると。そして、経済発展に乗せると。
だから、あれですよ、レーニンの帝国主義論によれば、商品の輸出じゃなくて、資本の輸出こそ、帝国主義の特徴であるって言いましたけど、そんないい理論があるんだったら、それを使わせてもらいましょう。で、日本がどん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 資本をロシアに輸出して、日本が資本主義的な帝国主義になって、ロシアが植民地になっても、ロシアが発展するんだったらそれでいいんじゃないですか。それが、これがお答えです。違法官僚制とはどういうものか、それから加算官僚制とはどういうものかっていうのは、もっともっと日本人は研究すべきなんですけど、そういうことを専門に研究していないっていうのは、大変残念です。いや、ですからね、中国の官僚制なんていうのはもう、研究すればするほど面白いですしね、今の日本にとってものすごい参考になります。何からかにまでも、スケールが大きいですからね。例えば、今の日本でも役人が賄賂取るなんて言うでしょう。中国の役人が賄賂取り始めたらすごいんでして、歴史見ましてもね、国家の予算の10年分も賄賂取った役人なんてやたらんですけど。なんでそんなことができるのかって言いますと、それがね、加算官僚制の面白い点でしてね。だって賄賂と正当な報酬の区別がないんですからね。それから、あれですね、今ある人はキャリアとノンキャリアなんて言うけど、キャリアとノンキャリアって考え方は、中国の、あれですね、科挙制度が生んだ加算官僚制から出てきました。まあ、面白いなんで、そんな宣伝はこのくらいにいたしましてね、非常に大切なご質問をいただきましたので、で結論から言いますと、これはものすごく難しいから、歴史を勉強しないと、正解は得られないってことです。じゃあ、どのように難しいかって言いますと、役人っていうものは、もう、いないと困るんですけど、いるとのさばります。これは法則ですから。この法家の元祖は、カンピシなんですけども、カンピシがどこのが面白いかって言いますと、どのようにして役人をコントロールするかって研究です。ところが日本でそんなこと研究してる人いないでしょう。役人はほったらかしておけば良いことをしてくれると。ところがそういう役人っていうのは武士道の絵とすがって、それから、一高東大って言ったって昔みたいに教頭の期待を沿って、そして、そのような条件でって初めてそうなりますんで、役人っていうのは必ず悪いことすると。それが、中国軍のね、官僚制の研究の結論ですから、どうやれば悪いことしないのか、悪いことしないのかじゃなくて、悪いことを最小限度にコントロールするか、その研究が、中国の、法家の思想なんかのメインテーマです。しかし、まあ、そんな宣伝ばっかり言ってしょうがありませんから、結論から言いますと、官僚制の弊害を除去した例っていうのは、効果的だったのは三つくらいしかないんですね。一つは、アメリカの領官制度。領官っていうのは、領は、領だよね。だから、ジョブハンティング制度。つまりね、大統領が変わるたびに主だった役人全部クビにする。そして新たに募集し直す。この領官制度って非常な弊害もありますけど、官僚制のね、制度疲労、これを直すのに非常にいいんです。その領官制度をね、もっともっと社会的に拡大したのが中国の益政革命ですね。中国は何十年か、あるいは何百年ごとに王朝が変わります。そうすると全部今までの役人はなくして新しい官僚制度を作ります。ところが何百年経つうちに制度を披露したら、また、益政革命。
と2番目は液性革命制度、3番目にはスターリン方法。これはどういうことかって言いますと、役人みんな殺すんです。あのね、この研究もね、あれでもまだあんまりなされていませんでね。それとものすごいね、官僚制でも制度比例不論が起きない。だってね、スターリンの時代見てごらんなさいよ。もう経済も大発展。軍事的にも戦争に勝つ。それからもう科学も大発展したでしょ。あの官僚制がまともに動いてたからです。制度疲労しそうになると、役人みんな殺すんですな。だから、制度疲労がコントロールできた。だこの三つしか今のところないですな。あの歴史を研究することです。残念ながら日本の学者もマスコミも歴史研究していませんね。そしてあれです、今の、高橋コレキオの話が最近出てきますけどね、高橋コレキオって、昭和初年の金融恐慌を手本にして反省しろって言うけど、手本になんか出来ようがありませんね。大蔵大臣の心構えが全然違うんです。正反対。まずね、あの頃の大蔵大臣として代表的な、それ高橋コレキオもそうですけど、その他、井上淳之助。それから、あれですね、浜口おさち。この三人が、最も有力な大蔵大臣です。ところが三人とも殺されてるんですよ。そして、暗殺されそうになって、ピストルの弾がお腹に当たったときに、断じの本懐って言ったんです。というのはね、もう、経済政策なんかやってるときは、もう殺される覚悟でやってたってことですね。そりゃそうでしょう。経済政策なんて断固として行えば、利益を売る人もありますけども、ものすごく不利益になる人もいますからね、殺してやりたいと思う人が続々出てきて当然なんです。だから殺されれば断じの本懐。三人とも殺されてます。それから二番目の違いは、どういうことかって申しますとね、大蔵省が全て経済政策、大蔵大臣が全ての経済政策をやったと。例えばね、あれです。もう、大正末期の経済恐慌なんて今以上ですよ。一つ例を挙げますと、台湾銀行が破産。思想になって破産したんです。だって台湾銀行って言えば日銀の弟分でしょう。日銀の弟分が破産。いろんな銀行が潰れかかってますけどね。日銀が潰れかかってっていう人いませんね、まだ。本当はそうかもしれませんけど。この台湾銀行をね、助けるためにどうするのかと。そのためには、緊急直令によって、だからだってもう議会なんか召集してる時間ありませんから、緊急に天皇陛下の特別な命令によって、日本銀行から台湾銀行に特別融資するしかないと。ところが、若槻内閣はそれできなかったんです、総辞職。その次の、田中内閣。でも閣営じゃありませんよ、田中議一って人です。田中義一も総理大臣になったんですけど、その時に高橋コレキオの時にところに頼みに行った。どうか大蔵大臣になってくれ、くださいって。その時高橋コレキオは元総理であるにもかかわらず、もう国が危ないんだから仕方がないと。殺されても仕方がないって言って大蔵大臣になりました。ところがね、その時日本は金融大恐慌です。だって日銀の弟が、潰れかかってるんですから、日銀でも危ないんじゃねえかって。もう至るところに取り付けさない。まずどうしたのかっていうと、あっという間に命令を下して、すべての銀行を見せしめろと。差し当たって。見せしめたら差し当たっては取り付け。もう何もないでしょう。
でも下手したら後が大変なことになりますからね。だからその間に直令を通して台湾銀行に緊急融資すると。その次に大蔵大臣の命令は何かというと、あれですね、3番目の命令っていうのは、直ちに造幣局に命令下して、お札をすり、すってすりまくれと。だって今の時、まあ、大蔵大臣の命令一本で、そんなお札なんかすれますか。とにかく命令ですらせたんですね。そしたらいくら造幣局だって、あれでしょ、そんな、あれの、その、閉鎖明けまでね、そんな短期間でお札なんかいくらなんでもすれませんって言ったら、表だけすれって言うんですよ。前例がありませんなんて言ったって命令だから仕方ないです。200円札出せって言うんです。その時は最高が、100円ですね。でもその時の100円って言ったら、大変なお金ですけど。じゃあ200円、だから今で言ったら大蔵大臣が200万円札をすれと、何が何でも。間に合わなかったら表だけでも、前例がないなんて言ったってダメだと。で、すべての銀行を閉めたと。閉鎖させた。そして、台湾銀行は何が何でも救ってやると。その他の銀行に取り付け。すべて銀行閉めてるんですからね。そして閉鎖させて、銀行が開けた時にはもう、山のような200円札が積んであった。取り付け騒ぎが一遍で消えたんですね。でともかく、この大蔵大臣の3つの決断によって、大恐慌を救われた。ここで考えるべきことはどういうことかっていうとね、前例がなかろうが、何だろうが、全責任持って大蔵大臣がやらせてしまうって言うんです。だから、さらに重大なことは、国民はもう預金が全然なくなるんじゃないかと思って、もう生きた心地なかったんですけどね、高橋惟喜が大蔵大臣になったら大丈夫だぞ。そのくらいの信頼があったんですね。ところが、今の場合どうですか、あれ、なんて言ったか、大蔵大臣になった人。宮沢さん。ん？宮沢さん。もうそんな人が大蔵大臣になったって言うと株価が下がるんでしょう。本人の決意とね、国民に対する信頼っていうのがこれほど違ったんですよ。それから小さいことですけどもね、その頃のね、大蔵大臣って時間だろうが誰だろうが気に入んなかったらあっという間に首切って自分の好きな人来ましたよ。今みたいに時間が絶対権があって大臣に実権がないなんてそんなバカなことなかったです。いやですから時間がありませんか。一つだけ例を挙げましたけども、役人にのさばらせないで大蔵大臣が経済政策を実行できるためにはこのような条件があるということ。これが歴史の教訓だと思います。